おはようございます4月29日木曜日の東京インフォメーションです東京都はお母さんいつまでも元気でいてねという願いを込めた母の日乳がん検診キャンペーンを実施します乳がんは40代から50代の女性に最も多い癌ん死亡原因となっていますが早期発見早期治療によって9割以上が助かると言われていることから 40歳から2年に一度は乳がん検診を受けることが大切とされていますそこで都では来月9日の母の日に合わせてキャンペーンを行いますこれは東京都乳がん検診普及啓発事業公式キャラクターである桃と小桃のイラストをあしらったカードを使っていつまでも元気でいてほしいお母さんに乳がん検診を呼びかけるものですメッセージカードは都内の花キューピット加盟店などに設置されているほか 副証券局のホームページからダウンロードできます。とは、中小飲食店や宿泊施設における。受動喫煙防止対策を支援するための。新たな取り組みの受付を始めました。新たに受付が始まった取り組みは二つあります。一つは喫煙専用室の設置等に対する補助金で。 補助対象は個人または中小企業が経営する都内にある飲食店や都内にある宿泊施設です補助対象事業と補助上限額は喫煙専用室指定タバコ加熱式タバコ専用喫煙室の設置が1施設につき上限400万円都が2015年度から2017年度に実施した 外国人旅行者の受け入れに向けた宿泊飲食施設の分煙環境整備補助金で整備した分煙設備の撤去などに関わる経費が一施設につき上限百五十万円です。必要書類を郵送で産業労働局観光部環境整備推進担当宛にお送りください。応募の締め切りは来月二十一日金曜日です。二つ目は経営上の相談やアドバイスを受けたい。 飲食店、宿泊施設の人への専門家派遣で。対象は都内の飲食店および宿泊施設です。一企業あたり、八回まで、無料で専門家の派遣を受けることができます。派遣期間は、派遣決定後から、九月三十日木曜日までです。申し込みは、来月二十一日金曜日までに、産業労働局、観光部。受け入れ環境課。電話、零三、五三二零、四六二七。 または、ファックス・メールで行ってください。とは、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、住まいを失った人などに一時宿泊場所を提供しています。受付期間は来月十一日火曜日までの間で、宿泊期間は利用者の状況に応じて必要な期間提供されます。就労中または就職により自立した生活を目指している人は、東京チャレンジネット、 フリーダイヤル零一二零八七四二二五。女性専用ダイヤル零一二零八七四。五零五に問い合わせるか。新宿の東京都健康プラザハイジアの三階に来所してご相談ください。開所日は祝日を除く月曜日から土曜日で。時間は月水金土曜日が午前十時から午後五時まで。火曜日と木曜日は午前十時から午後八時までです。 なお、今日四月二十九日木曜日昭和の日の祝日は午前十時から午後八時まで臨時開所されます。さらに来月三日月曜日の憲法記念日の祝日も臨時開所になります。それ以外で生活に困っている人は住んでいる地域の福祉事務所や自立相談支援機関にご相談ください。都内の福祉事務所自立相談支援機関の一覧は福祉保健局のホームページに掲載されています。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑えるために小池知事の新たなメッセージが公開されています感染力の強い変異株が広がっています今ここで感染拡大を食い止めるため人の流れを抑えることが必要です外出規制を抑えるステイホームを徹底してください東京都にお住まいではない方も東京にお越しにならないでください事業者の皆様。 テレワークなどを活用して職場に出勤する人の数を3割まで抑えてください。小池知事のメッセージ動画は東京都公式動画チャンネル東京動画で配信されています。ここまで東京インフォメーションでした。